皆さん、こんにちは。カスタマーサクセスのサクセスです。CML を使っていると容量が足りなくなり、このようなメッセージが表示されることがあります。このビデオでは、こうした容量不足の解決策をご紹介します。方法はとても簡単です。まず、CML をシャットダウンします。コクピットにアクセスして、オーバービューを選択。右上からシャットダウンを選びます。そして、シャットダウンを実行します。その後、ハイパーバイザーに行き、ストレージの容量を増やします。ここでは、32GB から300GB にします。そして、CML を立ち上げます。起動後、ディスクを確認しても、まだ追加した容量は反映されていません。反映するには、もう一つ作業が必要です。もう一度コクピットにアクセスします。ディスクサイズは以前のままです。ここからロジカルボリュームを選択し、右のプラスボタンをクリックします。チェックボックスを選択してストレージを追加します。完了するとこのグローボタンを選択できますので、クリックしてロジカルボリュームを最大まで広げます。前の画面に戻ると容量が増えていることがわかります。メイン画面でもディスクが増えていることが確認できました。これで問題が解決しました。皆様のご参考になりましたら幸いです。